お疲れちゃんです。ラットレス。今回はですね、こちらの、まあ、やばいデッキですね。今、やばいデッキを紹介したいなと思いますね。早速ですね、こちらになりますんで、まあ、もう、ガン守りスペル削りデッキって言った形なんですけど、まあ、ロケットポイズンの、まあ、ウッドで、あと、まあ、トルネードとテスラが、まあ、ある、すっごいデッキですね。まあ、グローバルでのマルチでこれを使ってる人がいて、僕が負けたんですよね。スケラを使ってたから、スケラ使っててこのデッキに負けて、このデッキをパクりました。はい、ということで、でこれ使ったら結構強いです。結構というか普通に強いです。マジで強いです。今流行りのスケラだったり、あとクロスだったりリガポイだったり、まあその辺とかには全部勝てますね。ということで、まあどうやって使うんだ的なのがあると思うんで、まあディガー飛ばしてあげて、でアーチャーなんで相手クロスかな、クロスっぽいですね。クロスはまあ初めぐらいはロケットで受けていいんで、あ、迫撃か。あー、これはあれですね、テスラ置きたかったですね、迫撃の目の前に。あー、やばい。これは、ここに、バルキリー置いて、間に合ってくれてないか。で、ここはまあ、ポイズン打っていきます。で、もう、なんか、迫撃だったり、クロス来たら、ディガー飛ばして、もう、ポイズンだったり、まあ、ディガーポイしたり、あと、ロケットウッドで、まあ、クロスだったらロケット、迫撃だったら、まあ、ディガーポイで基本的に、おー、やばい。それはやばい。これ、豚吸いたいっすね、後ろに。あ、これ、アウトロー、ホグ。テスラだけで完封いきましたね。今まあ、相手の、その、ホグがレベル6っていうのもあったんですけど。よいしょ。であとはまあ、ディガートロケット削りで、あと引きこもる感じですね。よいしょ。あ、でも防衛うまいっすね。よいしょ。ここはまあ、アイスエース出してあげて。で、ここはバルキリーで、しっかり間に入れてあげて。またポイズン打ってあげて、よいしょ。あー、でもこれが迫撃のダメージが入るの痛いんですよね。これ一発がすごい痛い。で、まあまあ今結構いい試合しちゃってますね。いい試合、一回テスラであれを防衛したいですね。でも迫撃をなんですけど、その相手がアウトローホグ持ってるんで、それにテスラを使わないといけないっていうのもあって、よいしょ。この辺で来るか。よいしょ。あー、それ厄介っすね。これバルキリーとポイズンで処理してあげて、あー、これ一発入らないか。よかったで、まあ、ディガー飛ばしてあげて、多分スケルトンかな、そっちか。オッケー、まあうーん、で多分この辺に迫撃来るんで、もう出して、あー、全然違う、君じゃない。やばい、待って。ホグ強くね、このニューホグ。やばい。待って。もう、マジで負けたくない。でこれ、ウッドで早く溶かしてあげて、でここでもう一回、うわー、ずるっ。やだ、ちょっと待って、やばい。いやー、待って、これやばい、この棒やばい。待って、バルキリ早く。これめっちゃ暗い、待って、やばい。ですけど、ここは一回落ち着いて、バルキリーターゲット取って、ここ奥にディガー飛ばせば多分迫撃のターゲット取るんで、よいしょ。取るんで、その間に。よし。そうですね、ディガー、迫撃、対してディガーポイするときはあの位置、あ、で、ロケットで勝てた。あの位置ですね、奥に、タワーの奥に飛ばしてあげたら、その相手の迫撃が、ターゲット取るんで、そこにやって、まあ、ポイズンすれば、結構ダメージ与えて、さらには、迫撃も壊せて、って感じになりますね。いや、一試合からしんどいわ。やばい。アウトローフグな、結構厄介ですね、疲れたら。で、結構まあ、手札的に腐る時があるんですよね。そういう時は、まあ、ポイズンとかするのあんま良くないですけど、ディガーはもう、いいっす。ディガーはガンガン捨てていいっす。捨てるっていう言い方でもないですけど、タワー削りですね。
することないときにしていいのは、まあアイスウィズ後ろから出すか、まあ、一番はウッドを転がす。ああでこういうのユニット出たら、まあスペルを打つ。まあ、そうですね。アドがあんま取られないならば絶対打ちます。でここで暇になったら、まああこれはもうロケットでこれ美味しいですね。これ美味しいもん。まあポイズン使ったんで後ろにリポン置いたりとかよく来るんでこれはもう美味しいですね。でここはもうああこれは、まあ、バルキリーとかで守ってもいいんですけど、まあ、初めのうちにトルネードで起動してあげてもうあとはここから防衛がすごいしやすくなりますね。でここはまあディガーかウッドは勝手に裂いちゃっていいですね。でディガーもウッドもなくて暇ってなったら別にテスラを先置きしてたりしてもいいです。ああなるほどね。でここはもうテスラ置いてからのアイスイズトルネでもう防衛ですね。でこの防衛力すっごい高いんで全然守れます。で、まあ、コストも余裕があれば余裕があればというか普通にポイズンとかも使って防衛しても全然いいんでここはまあバルキリーって多分十分ですね。よいしょ。これメガゴがターゲット取られてたら美味しいですね。でこれでまあキング起動しなかったらここでキング起動をするっていうのは全然 OK です。今してるんでここはリガー飛ばしてグッとよいしょ。まああっちになんか出てたらラッキー程度で、でここはこういう時ですね。もうスペル3つの暇だったらもうこれテスラ置いちゃって大丈夫です。テスラ結構何ですかね残ってるのでこのこれ残るんでその後が勝手に防衛してくれますね。でもここはもうロケットで十分です。もうこれはもう守れます、守れます。でポイズンしてもう右側はこれディガ1発か2発殴ったらロケット圏内なんでこれでもう右落とせるんであとは問題はここをしっかり守ることです。これ守れないパターンがちょくちょくあるんで、まあ、トルネロケットとかを使うのも全然ありですね。ここです。でここでトルネロケットで全部まとめて処理してあとはもうテスラとアイスイズいるんでここは防衛できますね。あともうダクプリのダクプリじゃない誰このバルキリーがやっぱ強化されてからあめっちゃ強いですね。ランク知らないですけどめっちゃ強いですね。まあ、あとはこうポイズンとウッド使ってでまあ落とせましたね。まあ、マスケだったりウィザード来たら基本的にまあポイズン打って後ろからイングラとか来たりまあなんだろうな結構ボーラーとか来たらロケット打っちゃって全然いいっす。もう削れるときに削っていかないと、まあ、削れなくなるっていうかまあ時がありますね。あと結構その、まあ、トロフィー4000以上の方かなこれマルチだとその延長が今3分になったんですよね。なんでそのスペル削りがすごい強くてなんでこういうデッキもまあ流行るのかなと思いますね。後半にすごい強くなるんで。でディガー飛ばしてここはまあ、ポイズン打ってスキャラ来たらやられちゃうんでまあまずは様子見ですね。で暇になったらウッドは流していいですね。おーあーこれ相手はあれですね多分ゴレっぽいまたゴレっぽいこれゴレは本当に余裕までありますね。よいしょ。でこれからこれ困るんですよね。ああでもこれは美味しいですね。ダクネにポイズン打ってあげてマジでたまに暇になります。暇になったらまあ何かしましょう何かしましょうよいしょ。で、まあ、こディガー飛ばしてあげたら今このアイスイズの遅延がかかってる状態なんで結構よいしょちょっと殴れる回数が増えますね。でここはもう、まあ、ゴレにロケットとか打ったらダメですね。ここは一回防衛してトルネーロケであアイスイズでいいかよいしょ。アイスイズバルキリーとかで余裕で守れるかなよいしょ。でこれは振ってもいいかああ、それやばい。ああ、なるほどね。ちょっと待って。もう一回落ち着きましょう。一回落ち着きましょう。これ多分ロケットの方がいいからさ。これランバーとメガゴロケットで処理して、OK。ああ、で、あの、ゴレがちょうど破裂した瞬間だったんで、ゴレの幼い2体も処理できましたね。タイミングいいっすね、今の。今のはまあラッキーって感じで。で、今、ライトニングウッド。多分取れないっすよね。多分取れないんで、リガーの位置奥に。毎回同じ位置だと読まれるんで。
でここはもうディガーじゃなくてウッドコロがしてダメージ与えていきながら、でここでロケットとか打ったりするのは、まあ、あんま僕は良くないですね。もう一回相手が形作ってこようとしてたら、もう一回ガチ防衛大事ですね。こういうのめんどくさいな。よいしょ。これは多分下のランバーはなんとかなる。いや、なんない、やばい。左のやつがやばいっすね。左めっちゃ削られましたね。でこれはもう左下に引っ張ってあげて、あ、待って、これはもう僕のミスです。僕のミスですけど、まあ守れちゃいますね。それがこのアイスエイズトレーナーのバルキリーがマジです。これもうロケットポイズンで終わるんで、よいしょ。これもまあロケットリガードにしてあげて、よいしょ。でこれでランバーが GG という感じですね。いやマジで使ってて楽しいのはあります。使ってて楽しいっす。あとはまあ気持ちいい、気持ちいい、使ってて楽しいっす。はい。あとまあ使ってみたら分かると思うんですけど、思っているほど強いと思うんで、これまあぜひね使ってみてください。はい。ということで、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではバイバーイ。